で知り合えたの？それが、2021年ぐらいにちょっと流行ったクラブハウスっていう。うわ、流行ってた。ちょっとだけ流行った。ああ SNS なんですけど、音だけでコミュニティ作る。あ、そうです、そうです。それで小木さんがちょっとだけ揉めたやつやな。小木さんがちょっと炎上してもう終わったやつや。そう、それで、共通の先輩とひろとくんがそのクラブハウスでお話ししてて、で私は一方的にひろとくんのことを知ってて、その共通の先輩と喋ってるから聞きに行ったんですよ、うん、その、はい、なんかルームみたいなのに入ってったら、はいはいはい、ひろとくんがまさかの秋を知ってくれてて、で、うわ、秋マックスやみたいな感じになって、ちょっと待って、そんな、ちょっと待って、そんなわけない。